のの国国勢調査に基づくククロアチアアアチ領内セセルルビビ人人比率ライナセルビア人共和国は1990年代の前半に、クロアチアの領内で独立を宣言し、事実上独立していた国家。1991年に設立されたが、国際的には、いかなる国家からも承認されていない。その大部分は1995年に、 クロアチア軍による嵐作戦によって一掃されたが、東スラボニアに残された一部は、国際連合の監視下で1998年まで、東スラボニアバラニア及び西、スレムセルビア人自治州として存続し、その後平和的に、クロアチア領に服した。クライナの故障は、16世紀に、ハプスブルク君主国内のクロアチアとスラボニアの一部から、分離され設置された。 軍政国境地帯に由来する。これはオスマン帝国による拡張に対する防衛上の理由によるものであった。多くのクロアチア人、セルビア人、ブラフ人が付近のオスマン帝国領のセルビア及びボスニアから移り住み、また守衛隊のドイツ人の兵士もオスマン帝国との戦いのためにこの地に移った。オーストリア人はこの防衛戦地帯を ウィーンの軍事司令部から支配し、同地を横領とはしなかった。地域の居住地を支援するいくらかの特別の権利が与えられたものの、不毛で戦争によって疲弊した土地であった。1869年から1871年にかけて、この軍事支配地域は解体への動きが実現された。1876年11月5日、この地域に住む、 セルビア人にクロアチア領となることへ賛同させるため議会はクロアチアスラボニアダルマチア30王国は国内に住むセルビア人及びブラフ人をクロアチア人と同等で対等であることを認める。とおごそかに宣言した。その後1881年に軍政国境地帯は解体されハプスブルク帝国内のクロアチアの一部へと再編された。 クライナの起源となった軍政国境地帯その後の第一次世界大戦においてかつての軍政国境地帯はユーゴスラビア王国の領土となりその他のクロアチア及びスラボニアのほとんどの地域とともに同国のサバ州の一部とされた戦艦期においてクロアチアスラボニアに住むセルビア人はボスニアクライナや西セルビアのセルビア人とともに スベトザル・プリビチェビッチの指導の下で独立民主党を結成した。新しいユーゴスラビア王国において、クロアチア人とセルビア人の間には、同国の政治展望をめぐって険しい緊張関係があり、クロアチアの自治を求める訴えは、彼らの指導者で議員のスティエパン・ラディッチの暗殺と、セルビア人が支配する治安組織による弾圧によって最高潮に達した。 1939年から1941年にかけてユーゴスラビア王国におけるクロアチア人とセルビア人の政治的、社会的な敵対関係を解消するべくクロアチア自治州が設置されかつての軍政国境地帯もボスニアヘルセゴビナの一部と共にその内側へと組み込まれた1941年数軸国はユーゴスラビアを侵攻し クロアチア独立国が建国された。クロアチア独立国には、現在のクロアチア、ボスニアヘルツェゴビナの全域に加え、セルビアの一部も含まれた。アレクサンダル一世の暗殺などに関わっていた、クロアチア人の民族主義組織、ウスタ社は、ドイツによって、新しいクロアチア独立国の支配者として、投入された。ウスタ社によって、セルビア人、ユダヤ人や、 反対勢力のクロアチア人に対するジェノサイドが実行され、数十万人が殺害された。この間、クロアチア人たちは支配するウスタ社を支持するか、それに反して共産主義で反ファシズムのパルチザンに協力した。他方、この地域のセルビア人のうち9人では多くがチェトニックに、バニアやスラボニアでは多くがパルチザンに加わった。 第二次世界大戦の終わりには共産主義のパルチザンが支配権を得た。戦後新たに成立したユーゴスラビア連邦人民共和国の構成国、クロアチア人民共和国の一部となった。同国は1963年4月7日、クロアチア社会主義共和国と解消された。クロアチアの自治統治機構は地頭の連邦政府の統制を受けたが、 連邦の1965年と1974年の憲法改正は、クロアチア領内のセルビア人を含む少数民族の権利を高めた。1991年のクロアチアの独立宣言に対してセルビア人が居住する、この地域ではセルビア人クライナが結成された。クライナは次の各地域を含む、ただし、 かつての軍事境界線地域の少なくない一部は、クライナセルビア人共和国には含まれていない。クロアチア人が多数派を占めるリカやビエロバル、中部及び南東部スラボニアは、クライナセルビア人共和国には含まれていない。クロアチア領内のセルビア人地域は、それぞれフラニョトゥ自慢及びスロボダン・ミロシェビッチに、引きられた1980年代のクロアチア人及び、 セルビア人の民族主義者の懸念の中心であった。1988年から事件が起こり始め、1989年には大規模なセルビアの政治的潮流となった。クロアチアの民族主義者による1990年の政治的勝利は、クロアチア独立の土台を形成し、このことが、クライナ地域の緊張をさらに高めた。 クライナのセルビア人少数民族は政治的、軍事的にユーゴスラビア人民軍やミロシェビッチ率いるセルビアに依存していた。当時、セルビア人はクロアチアの人口の12.2%を構成し、1991年の段階で58万1663人が自身をセルビア人と規定している。セルビア人は 1990年4月にクロアチア大統領となったフラニオトゥジ自慢の政治に反対した。これらのセルビア人は1990年8月に反抗放棄しマルタ革命と呼ばれた。道路をまたいでマルタのバリケードが南に向かって築かれクロアチアからの分離を物理的に示した。これによってクロアチアは海岸部のダルマチアがザグレブなど 他の地域から分断された。クロアチア憲法が1990年12月に可決され、同憲法では、セルビア人は、イタリア人、ハンガリー人などとともに少数民族に指定された。新しく制定されたクロアチア憲法が、ユーゴスラビア連邦憲法に違反しているとして、これをもって、クライマの分離独立を正当化する議論も存在した。この立場から見れば、 クロアチアは以前としてユーゴスラビア社会主義、連邦共和国の一部であった。しかしユーゴスラビア崩壊の兆しがいよいよ強まるにつれ、クロアチアの政治家たちはユーゴスラビアからの完全独立を目指すようになり、ユーゴスラビア憲法はクロアチアにおける法的な効力を失っていった。クロアチアのセルビア人政治家は議会を退席することによって抵抗の意を示した。 クロアチアのセルビア人は1990年7月に独自のセルビア人国家議会を設置し、クロアチアの独立に反対の姿勢を示した。彼らは、もし、クロアチアがユーゴスラビアから分離することができるのなら、クライナはクロアチアから分離することができると考えた。クライナ南西部の国出身の司会であったミランバビッチは、クライナの大統領に選出された。 抵抗するクロアチアのセルビア人は、9人の警察署長オミランダ・マルティッチの指導の下、複数の準軍事組織を結成した。1990年8月、クロアチアにおけるセルビア人の独立と自治を問う住民投票がクライナで実施された。決定は完全にセルビア人のみに限定され、99.7%の賛成で採択された。 クロアチア政府は当然、この決定を違法で無効なものと認定し、セルビア人は、クロアチアの国土を解体する、憲法上の権利を持たないとした。1990年12月21日、バビッチの当局は、クライナ・セルビア人自治州の設置を発表した。1991年3月16日、新たな住民投票が実施され、クライナ・セルビア人自治州を、 セルビア共和国と併合し、セルビア、モンテネグロ及びその他のユーゴスラビアを維持したい国と、共にユーゴスラビアの一部に止まることに対する賛否を問うた。99.8%がこれに賛成票を投じて、投票は可決された。クライナ議会はこれを受けて、クライナセルビア人自治州は、憲法上の不可分のセルビア共和国の一部であると宣言した。 1991年4月1日、議会はクロアチアからの分離を宣言した。自治州の外にあるセルビア人が多数派を占める地区でも、自身がクライナの一部に加わり、ザグレブの政府への税金の支払いを停止すると発表した。自治州は独自の通貨、軍、郵便サービスを構築し始めた。クロアチアは1991年5月19日に、 ユーゴスラビアからの独立を問う住民投票を実施し多くのセルビア人がボイコットする中圧倒的多数でユーゴスラビアからの独立を支持した1991年6月25日クロアチアとスロベニアは共にユーゴスラビアからの独立を宣言したユーゴスラビア人民軍はスロベニアの独立阻止を図りスロベニア紛争を引き起こし短期間の後に これに失敗している。これと同時期にクロアチアのセルビア人とクロアチアのチアニージ軍との衝突が発生し、双方に多数の死者が出た。セルビア人たちの中には自身をチェトニックと呼ぶ者も,も現れた。クライナのセルビア人はユーゴスラビア人民軍の支援を受け武器を供与された。クライナ領内にいた多くのクロアチア人は弾圧を恐れて クライナを脱出するか、セルビア人勢力によって強制的に退去させられ、故郷を後にした。欧州連合や国際連合は停戦合意や和平を模索し、仲介に入ったものの、何ら成果を得ることはできなかった。1991年8月、クライナとセルビアの指導者たちの間で合意が取り交わされた。旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷の検察官は、後に、 これを、クライナを、セルビア人の支配する土地に変える目的での、クライナ領内からのヒセルビア系住民の、高級的かつ武力による、強制追放に乗り出すという、共同犯罪の企てと説明している。この時の指導者たちの中には、ミランバビッチや、その他のクロアチアの反乱セルビア人勢力の、有力者であるミランマルティッチや、セルビアの武装勢力の指導者である、 ボイスラブ・シェシェリ、当時はクロアチアにおける、ユーゴスラビア人民軍の指揮官であったラトコ・ムラビッチ、将軍などが含まれる。その後のバビッチに対する戦犯法廷における、バビッチの証言によれば、1991年の夏に、スロボダン・ミロシェビッチの指揮官にあるセルビアの秘密警察によって、クライナの治安、警察機関と、 セルビア治安当局による二重構造が構築されたとしている。ブーコビサバックジャカやペリー・オーロベなどと名乗る不明瞭な準軍事組織がセルビアの秘密警察によって組織され、この二重構造のようとなっている。より大規模な戦争は1991年8月に始まった。その後数ヶ月にわたってクロアチアの国土の3分の1を占めるクライナ地方一帯は セルビア人反乱勢力によって支配された。地域のクロアチア人住民は、弾圧を受けて地域から脱出したり、多くの殺害を含む、強制的な立ち退きを迫られるなど、民族浄化へとつながっていった。8月から12月にかけてが戦闘のピークであり、1991年12月の時点でおよそ8万人のクロアチア人が追放されるか、殺害された。 さらに、多くが、西スラボニアの戦闘でも死亡するか脱出した。クロアチアとセルビアの国境地帯はこの時はクライナでは、なく、この衝突で、中心的役割を果たしたのは、ユーゴスラビア人民軍であった。この間に発生した、ゴスピッチの虐殺は、クロアチア軍による、セルビア人住民に対する虐殺の一つである。1991年12月19日、 クライナセルビア人自治州は自身をクライナセルビア人共和国と宣言した。1992年2月26日、それまでクライナ地区のみを領有していたクライナセルビア人共和国に西スラボニアセルビア人自治州、スラボニアセルビア人自治州、バラニャおよび西スレムも加わった。1992年3月19日、 クライナセルビア人軍が公式に結成された。クライナセルビア人共和国は、最大時には17,028平方キロメートルを支配した。クロアチアは、当時、軍と防衛の主力、地域警察を構築中であり、セルビア人勢力を支援するユーゴスラビア人民軍に、対して劣勢であった。クライナセルビア人共和国は、完全に内陸に位置していたが、 クロアチアの領土の深くへと侵攻していった。クライナは、クロアチアの沿岸の都市ザダルを包囲し、周辺地域にいた80人を殺害、クロアチアの南北を結ぶマスレニツァシを損害した。セルビア人勢力はさらにシベニク制圧を試みたが、クロアチア側は、防衛に成功し、ユーゴスラビア人民軍を退けている。しかしながら、ブコバルの街は、 ユーゴスラビア人民軍の攻撃によって完全に破壊された。ブコバルの街はユーゴスラビア人民軍による数ヶ月にわたる攻撃にさらされた。2000人のブコバルの防衛側の戦闘員及び市民が殺害され、800人が行方不明、22000人が脱出を強いられた。負傷者はブコバル病院からオルチャラに移送され、殺害された。 1992年1月、クロアチア大統領のフラニョ・トゥジマンと、セルビア大統領のスロボダン・ミロシェビッチとの間で、停戦合意が交わされ、サイラス・バンスが推進した、国際連合による和平案に向けての道筋をつけた。バンス和平案では、4つの国連保護区が、クロアチア領内のクライナ支配地域に設置された。バンス湾は、 ユーゴスラビア人民軍のクロアチア領からの撤退と脱出した避難民の故郷への帰還を求めた。ユーゴスラビア人民軍は1992年の5月に公式に撤退したものの、多くの軍の武器と構成していた人員がクライナに泊まり、クライナセルビア人共和国のチアニージ軍に加わった。避難民の帰還は認められず、その後もクライナに泊まった多くのクロアチア人及び、 その他の少数民族が追放されるか殺害された。1992年2月21日、国連保護区の治安を維持するために、国連安全保障理事会によって、国連保護軍の結成が決定された。合意によって、その後3年間にわたって、クロアチア側と、クライナセルビア人との前線は凍結、維持された。クロアチアとクライナの実際の戦闘は停止された。 クライナセルビア人共和国は、この間、いかなる国家や国際機関からも法的な承認を得ることはできなかったものの、セルビアに友好的なギリシャ、ルーマニア及びロシアからの支持を得た。1992年12月30日にクロアチアの軍が設置された際、クロアチア政府はこの他に2つのセルビア人の自治地域をクライナ地域に設定した。 しかしながら、これは、クライナ側が求めていた自治の水準に達しておらず、現時点においてクライナは事実上の独立国であるとして、クライナのセルビア人側はこれをすでに遅すぎると判断した。ウォーインフォーマー、融合セラビア国連保護軍は、停戦を維持するために、クライナ地域に広く展開したが、軽武装と多くの制約が課せられ、 実際には停戦監視軍の役割を大きく超えることはなかった。保護軍は避難民のクライナへの帰還の安全を保障することは全くできていなかった。それどころか実際にはクライナセルビア人共和国ではセルビア人武装勢力が実行力を持ち避難民の帰還を不可能としていた。彼らはクライナにおいてクロアチア人の存落や文化的 宗教的建築物を破壊し、クライナ地域に存在した、クロアチア食を一掃するための活動を推し進めていた。クライナセルビア人共和国の政治のトップにあった、ミランバビッチは後に、この政策を推進したのは、ベオグラードの政府で、セルビアから送り込まれた秘密警察による、つまり、究極的にはミロシェビッチによるものであったと、証言している。 ユーゴスラビア人民軍が平和維持のためという名目で駐留しながら実際には全面的にクライナセルビア人勢力の側に立っていたことからもベオグラードの意向がクライナにおいて強く反映されていたことが理解できる。ミロシアビッチはこの主張を否定しておりバビッチの発言を保身目的とする主張もある。 バンスワンの部分的な履行によって、クライナセルビア人共和国とセルビアとの間に溝を作った。クライナはセルビアの支援を受けており、同国に燃料、兵力、資金を依存していた。ミランバビッチはバンスワンに強行に反対したものの、クライナの議会による圧力に屈した。1992年2月26日、ミランバビッチは解任され、 クライナの大統領の座はミロシェビッチに忠実なゴラン・ハジッチにとって変わられた。バビッチはその後もクライナの政界に止まったものの以前のような影響力のある存在ではなかった。クライナセルビア人共和国の地位はその後3年間の間に大きく揺らいでいた。表面的にはクライナは国家として備えるものはすべて備えていた。兵力、議会、大統領、 政府と閣僚、独自の通貨と切手などがそれである。しかしながら、その経済は完全にセルビアに依存しており、同国のハイパーインフレによる影響の直撃を受けた。クライナセルビア人共和国は独自の通貨、クライナディナールを発行し、1992年7月以降、ユーゴスラビアディナールと並存していた。この後、 これに1993年10月1日には10月ディナールの発行、1994年1月1日の1994年ディナールの発行へと続いていった。1994年ディナールは10月ディナールの10億、ディナールと10日であった。クライナ地域の経済状況は大変な困難に陥っていた。1994年ので、 およそ43万人の人口のうち、雇用されていたのはわずかに3万6000人であった。戦争によってクライナはその他のクロアチア地域から切り離され、クライナ域内の生産業は創業停止した。クライナには天然資源はわずかしかなく、ほとんどの資源や燃料、物品を輸入に頼らざるを得ない状況にあった。農業は荒廃し、 生産量は必要最低限の分を超えることはほとんどなかった。技能労働者はセルビアやその他の国へ食を求めて流出してしまった。さらに状況を悪くしたのはクライナセルビア人共和国の政府はひどく腐敗しており、地域は闇経済とその他の多くの犯罪活動に広く覆われていた。1990年代半ばにおいて、 クライナセルビア人共和国の経済は和平あるいはユーゴスラビアからの支援なしには成立しなかったことは明らかである。また、ミロシェビッチ率いるセルビア側から見てもクライナがセルビアの政治、経済にとって望まれざる重荷となっていたことも明白である。ミロシェビッチの政府は紛争を鎮めるためにクライナのセルビア人勢力の支援を試みたもののこれに失敗して 大きな不満を抱えることになった。クライナ共和国の弱点はその軍事力であるクライナセルビア人軍にもあった。1992年の停戦が結ばれて以降、クロアチアは巨額の資金を投じて武器の購入とアメリカ合衆国の支援による兵士の訓練を行った。同じ頃、クライナセルビア人軍は次第に弱化し、兵士の士気は下がり、 訓練や準備もおろそかになっていた。クライナセルビア人軍はわずか5万5千人の兵力でしかなく、その少人数で 600km に及ぶクロアチア側との前線とビハチを中心とするボスニアヘルセゴビナのムスリム人地域との 100km に及ぶ前線の両者を維持しなければならなかった。兵力のうち1万6千人は東スラボニアに配置されており、 クライナの主部を守っていたのはわずか3万9000人であった。現実的には5万人の兵力のうち3万人のみが完全に動員されていた。クライナセルビア人軍は機動性が低く、自身よりもはるかに強力なクロアチア軍と対峙しなければならなかった。またクライナセルビア人軍はハジッチ支持とバビッチ支持の2つのグループに分断されていた。 両者の間で負傷者が出る衝突事件も起こっている。クロアチア初期の能力については、1993年1月に知れていた。1993年9月の第二次攻勢において、クロアチア軍は南クライナでメダクポケット作戦を実行、セルビア人支配地域へ侵入した。クロアチア軍の戦闘は、 国際社会からの強い圧力によって中止したものの、クロアチア軍はその後も強化を続けた。セルビア人武装勢力はこの間に軍の強化をすることができたものの、クロアチア軍の強化はそれを凌駕していた。そのために、ボイスラブシェシェリに率いられたおよそ4000人の白い鷹やアルガンに率いられたセルビア義勇神衛隊が、クライナ守備のために送られた。 彼らは、クライナの軍や政府は無秩序状態であると理解していた。Z-4 案が、クロアチア、クライナ双方によって拒否された後、クライナセルビア人共和国の終焉は1995年に訪れた。クロアチア軍は5月の先行作戦によって、西スラボニアの支配権を獲得すると、8月には嵐作戦によって、クライナの主要部分のほとんどを、 クロアチアの支配下へと復帰させた。クライナセルビア人共和国は解体され、ほぼすべてのセルビア人は、クロアチア領を脱出した。この時、以降、クロアチアでは8月5日を、勝利と祖国への感謝の日として祝福する。将軍アンテゴトビナを含む多くのクロアチア軍の、主官が、ハーグの旧ユーゴスラビア国際戦犯法廷によって、訴追された。訴追理由は、 クロアチア軍兵士による民間のセルビア人に対する残虐行為に対する指導者責任を問うものである。15万人から20万人のクロアチア領内のセルビア人たちは一段となってクロアチア領クライナを割れ大部分がセルビアへまた一部は東スラボニアへと流れ着いた。彼らの一部はクライナセルビア人共和国の当局に沿って早期に脱出させられ。 またその他の多くは、嵐作戦の後に恐怖と作戦後の混乱から逃れるために、クライナを脱出した。クライナのセルビア系住民の間に広がっていた、恐怖は理由なきものではなかった。多くのセルビア人が、クロアチア軍兵士によって殺害され、各地で残虐行為が発生していた。UNPROFOR によると、 11月までに200を超える殺害が起こっていた。また、クロアチア軍の指令による放火も各地で幅広く起こっていた。エクティはこれを脱出したセルビア人の帰還を防止するためのものと評した。最終的には、クライナの主要部分にはわずかに4000人のセルビア人のみが止まっていた。クライナを脱出した クロアチア人の多くとセルビア人のいくらかはクライナに戻ったもののクライナのセルビア人人口は以前から比べるとごく一部に過ぎない。1992年にクロアチア政府によって計画されていたクライナの自治区設置案は1997年2月7日に破棄されクライナ地域は完全にクロアチア本国の一部へと統合されている。 旧クライナセルビア人共和国の領土のうちの一部は、そのまま残り、東スラボニアバラニア及び西スレム共和国へと、解消した。これは、東スラボニアバラニア及び西スレムセルビア人自治州、あるいは、スレムバラニア州とも呼ばれる。国家と地方の当局は、国際連合の支援のも1995年にエルドと合意に調印し、 国際連合東スラボニアバラニア及び西スレム暫定統治機構の平和維持活動の下移行期間が設けられることになった。UNTAES はこの地域の平和的なクロアチアへの再統合を監視した。UNTAES の活動は1998年に終了し、東スラボニア地域は平和的にクロアチアへと統合された。その後も、 シャレングラード島、ブコバル島は、セルビアの軍事支配のもとに止まった。2004年に、セルビア軍は、両党から撤退し、セルビア警察の統治となったが、この領有問題は解決されていない。複数のクロアチア国軍の将校が、旧ユーゴスラビア国際法廷によって、複数の戦争犯罪の罪で訴追されている。その中には、殺人、虐待、 略奪、民族浄化計画といったものが含まれる。クライナ・セルビア人共和国の指導者のほとんどすべてが、エクティによって、戦争犯罪者として訴追されている。1990年代の初め頃、戦争が始まる前には、クライナの3分の2の人口はセルビア人であった。これらのセルビア人は、当時のクロアチア社会主義共和国の、 セルビア人人口の29%を占めていた。クロアチアの全人口に占めるセルビア人の割合は12.2%であった。民族間の緊張の高まりによって戦闘が始まるより前から民族別の人口構成は大きく変化し始めた。戦争が始まる直前の1991年の春に実施された公式の国勢調査は クロアチアのデータの書籍には記載されているものの、その後は公開されていない。ここに、二つの異なる紛争前の人口分布調査がある。上の表に掲載したデータは、ユーゴスラビア国際戦犯法廷による。ミロシェビッチに対する基礎上によるものであり、下の表に掲載したデータは、クロアチア公式のものである。クライナセルビア人共和国の各地域における、 民族分布は、ユーゴスラビア国際先般法廷のデータによれば、下記の通りである、クロアチアによる公式のデータは、上記のものとは異なっている。いかに、クロアチアの公式データに基づく、民族分布を示す、どちらの統計も、ピンクゾーンは含まない。これらのゾーンでは、運パゾーンよりもさらに多くのセルビア人、人口比率であった。例えば、メダク、ブルリカ、 リチュキオシク、ブルホビネ、プラスキなどがこれに当たる。最大の食い違いがあるのは、ウンパセクター西であり、これはおそらくこのゾーンは本来は、西スラボニアの一部を含んでいるが、紛争の後半では、クライナセルビア人共和国の支配下になかったことと、関連していると考えられる。クライナセルビア人共和国が建国された、時代。 戦争状態によって正確に人口を把握することは困難であった。多くのセルビア人難民がクロアチアやボスニア各地から逃れてクライナに移り住み、逆に領内にいた多くの住民が貧困の広がりのためにクライナを脱している。1994年のクライナ共和国による推計では人口のうち91%がセルビア人、7%がクロアチア人、 2%がその他としている。見かけ上の人口減少は各地から流入してきたセルビア人の数よりも領域からの脱出の方が数において勝っていたためであろうと考えられる。他方、クロアチアの当局はこの事実を先導的に利用した。1995年に東スラボニア及びウンパゾーン北南から脱出したセルビア人の数は 国連の当局によって、おおむね15万人から25万人の範囲と推定されている。1992年から1995年にかけて、クライナセルビア人共和国が存続していた間、この国家はいかなる国際的承認を得ることもできなかった。また、1974年のユーゴスラビア社会主義、連邦共和国憲法、及び、 クロアチア社会主義共和国の憲法によれば、この地域の自決権はなく、クロアチアからの分離も認められていなかった。1992年1月の欧州連合理事会級ユーゴスラビア和平委員会、朝廷委員会によって、ユーゴスラビアは解体されており、クロアチアを含む、その構成国は、独立を国際的に承認されるべきであると結論した。 委員会はまた、これらの共和国の領土の統一も命じた。世界のほとんどの国にとって、これが、クロアチア承認の理由となった。しかしながら、セルビアはこの委員会による結論を受け入れず、この時点でのクロアチア承認を拒み、委員会による結論は、国際法律からによって意義が持たれている。クライナセルビア人共和国の自称、亡命政府が存在する。 亡命政府は嵐作戦によるクライナ制圧の後短期間のみ存続したものの2005年に再考されている。ありがとうございます。